はい、皆さんこんにちは、マンダリグリフジです。では今回はギレンの野望、青き星の覇者、マークベプレイの続きをやっていきたいと思います。早速ね、幹部会議2件出てますので、こちらの内容からこなしていきましょう。で、1件目が将兵の転属希望について、これはね、僕がランバラルを転属してくれというお願いをした件、2つ目が抵抗運動への対処ということになってますので、早速この2つのね、内容、勝利を勝ち取っていきましょう。ライバルはガルマですからね。さあ、ランバラルをぜひこのマクベのね、部下として欲しいという内容です。早速ですが、どうだろう、 A というのが、マクベのところにランバラルをあげてもいいよっていう内容で、 B が反対派、まあガルマですよね。だからこれ見るとビッターの熱意が低いので、ビッターの熱意を上げつつ有利の、ビッターの熱意が低いので、ビッターの寝返り工作をしつつ有利に対しては熱意を上げておくというところですかね。ここは早速攻勢に出ていきましょう。まずは熱意を上げておきたいので、有利の熱意を上げる。よし、これで熱意アップしたね。少し安心できるので、ここからは影響力を上げていきましょう。もう熱意上げてきたな、自らの。いや、これはビッター大佐の寝返り工作は苦戦しそうだな。だったら我々は3人以上いるので、この状態で一気に押し込んでいきましょうか。まあ、主張を繰り返して普通に影響力を上げていきましょう。これ同じ階級の5人がアーダコーダやり合うっていうのは、まさに五大老五奉行制、秀吉の晩年に築いた五大老五奉行制の悪いところばっかりが出ちゃってますよね。やっぱり議長的な存在の人がいないとね、5人が5人自分たちの思惑の中で動いたとしてもなかなかしんどいですよね。ユーリーの熱意を下げてきたな、ガルマは。ただウォルターがすかさず影響力を上げてくれる。これは基本的にですね、足りないところ、熱意がない人間であれば熱意を上げてあげるっていうような行為を、していくのが一番いいのかなというふうには思います。じゃあさらにここは畳みかけに行こう。マクベが熱烈に主張するっていうのもね、少し考えにくいので、ここは普通にあるいは穏やかに主張していきましょう。決まった。よし、これランバラル取れたの大きいですね。戦闘でパイロットのいるいない、乗ってる乗ってないっていうのは、このゲームかなり重要になってくるんで、パイロットはね、一人でも多くかき集めたいと思います。で、二つ目の議案が反ジオン運動への対応についてですね。これをどう対処するかという、二通りの案。で、まず一つ目が軍を投入して武力鎮圧。で、二つ目が、怪獣策ですよね。どちらを取るのかという話なんですが、ここはですね、武力鎮圧を取るのではなくて、あくまでも怪獣策で行きましょう。なんで、ウォルター側につくという話ですね。
ガルマがどっちにつくかはちょっとわからないですけどね。ガルマも我々の味方か。これは圧勝できそうですね。じゃあこのまま進めていきます。はい。ではね、二つ目の議題に関しても通りましたので、これで戦略画面を終了していきます。この後は戦闘画面ですね。その前に少し編成で、せっかく連続してきてくれたランバラルをね、配置していきましょう。で、ランバラルを投入したところで、このノボシビリスクに侵入してきた敵を撃破していくということになります。なので、まず軍事面ですね。あと AP ポイントがそれなりにあるので、この AP ポイントをうまく使いたいですよね。まず補給でモビルスーツを補給してもらおう。まあ、ザク2のマシンガンとバズーカ、一つずつ受領しちゃいましょう。で、編成です。ザク2はね、今、主力になってるんで、ザク1が入ってるところに、今の、ザク2の C 型、ザク2の B 型、まあ、これはマシンガンとバズーカですね、それぞれ。それを配備して、ここにランバラル投入しましょう。赤花も余ってるな。赤花もせっかくならどっかに投入しましょうか。ライオン部隊の前衛に、赤花を投入しましょう。ちょっと待って、赤花ってさ、少尉だ。赤花少尉なんだ。なんかもうちょっと階級低そうな気はしましたけどね。では、先に提案を行っておきましょう。まあ、転属ですよね。ノリスは600使うものの相当強いよな、やっぱりね。あとはロンベル。アブスト、ビッシュ。クランプか。そうだな、ランバラルの配下にはやっぱり、クランプ、あとアコース、それに軍属のクラウレハモンは欲しいよな。まあ、とりあえずハモンさんかな、順番で言うと。たったの 10AP で済みますからね。もうね、もう、パイロットを集めることしか考えてないですからね。さらに、要請もする。これに対して、そうだな、ビッター、ガルマ、共に少し味方してくれそうな感じしないからな。やめておこう。で、あと提案できる内容を確認すると、量産するんだったらザク2の C 型。もしくは改良でモビルスーツの性能を上げるか。まあ、一旦このままにして AP ポイントは貯めておきましょうか。では、軍事作戦に入っていきます。防衛戦になりますので、敵もモビルスーツや新しいもの出てこないので、ここはサクッと進めちゃいたいと思います。これランバラルですね。ちょっとランバラルの戦いぶり、しっかりと見届けましょう。で、ここには最新のザク2の C 型 AB、ザクマシンガンとバズーカ、それにザク1を入れてますね。この戦闘画面はね、ちょっと飛ばせないのかなと思うので、環境設定画面見たんですけどね、ちょっと飛ばせそうな設定がなかったので、そこだけちょっと古いゲームなのでね、煩わしい部分もあるのかなと思うんですけど、まあ、さすがランバラルですね。前衛部隊は撃滅してくれました。はい、
これでジョン軍勝利になりましたので、この後ですね、戦略画面に戻ります。まあ、ここはハモンさんをね、どうしてもランバラルのところに合流させてあげたいので、まずはそこでしっかり幹部会議の主導権を握りましょう。で、この後ですね、今まで防衛戦ばかりしていたと思うんですけども、ようやくジョン軍まで攻勢に出ていくということになっていきますね。で、陸戦用のザク2の J 型配備可能。今回のギレンの野望、まあ、青き星の覇者は、まあ、その名前の通り、地球戦がメインになってますので、以前だとね、ギレンの野望をやるときは、できれば陸戦のね、モビルスーツは敬遠してたんですけども、今回はそういうのはあまり、まあ、考える必要がないのかなというふうに思いますので、陸戦、あるいは水中用ザク、こういったものもね、積極的に投入していければいいのかなというふうに思っています。で、300AP の予算を投じると、まあ、レジスタンス対策っていうことですかね。で、今回は、まずは、ハモンさんだよね。まあ、ハモンなんて軍属、しかも事実上ランバラルのね、愛人なんだからもう一緒にしてあげりゃいいじゃんと思うんですけどね。さあ、ここはじゃあ、確実に勝ちに行っておきたいと思います。はい。これでクラウレハモンをランバラルのもとに、マクベのもとに転属させることに成功しています。ビッターとの友好度が8に下がっている。で、ガルマからは、量産推進兵器を水中用ザクに変更するべきだ。これありえないわ。反対だよ。水中用ザクを量産するなんてありえない。いや、これ、でもちょっと負けそうだしな。どうしようかな。まずは、自分の主張と上げておきましょう。で、その上で熱意を下げて、敵のね、熱意を下げて、こちらに寝返ってもらうしかないのかな。まあ、こんな水中用ザクを量産機にするなんて、ちょっと考えられない愚行だからな。ガルマがこう、我々の意見の当て馬として出してきた。そんな意見ですよね、これ。ちょっとじゃあ相手の熱意低そうなところから、熱意を下げて、味方になってもらう。みんな、それなりだな。まあ、こん中で言うと、ウォルターだよね。ビッターは我々、まあ、マクベに対して有効度が低すぎるし、ガルマはそもそもこの案を出してきた人間なので、ウォルターの熱意を下げて、寝返ってもらいましょう。で、なんとか、こちらに味方してもらう。よし。これで、人数の面では、逆転できたんじゃないか。あとは、影響力を上げていきましょう。水中用ザクを量産化するのを阻止する。水中用ザク量産化阻止計画ですよね、これはもう。なんとしてもこの水中用ザクという使い物にならないザクを作るぐらいだったら、まあ、ズボックとかだったらね、考えたいなとは思うんですけどね。では、ここからは自分たちの影響力を上げていきましょう。マクベ以外みんな1000以下ですからね。
まあ、地味に熱意をしっかり上げてから影響力を上げていく方が確実かな。ウォルターは自分で熱意を上げてくれたので、ウォルターちょっと危ないからね、これ。このまま、このままやってると本当に水中用作を持ってかれる可能性あるから 56% か。56% はきつい。熱烈に主張で 36% か。穏やかに主張して確実に上げておこう。ウォルターの影響力が低すぎるからね。寝返ってくれたんでもうちょっと存在感を出してもらいましょう。熱意を上げたら一気に主張を通す。何？持ってかれた！水中用ザクが量産化されてしまった。マジか。本気で言っているのか、ガルバ。ビッターとの言うことがゼロになりましたね。いや、水中用ゼカザクとかほんといらないわ。じゃあまたこれ防衛戦になりますので、先にですねハモンさんをランバラルのところに入れましょう。ハモンで、あとはモビルスーツちょっと補給要求しておきましょうか。ザク2の J 型、これ陸戦用ですよね。陸戦用のものをいくつか要求して、まあ今3部隊、3師団、3部隊で要求しましたね。なのでこれを少し変えていきます。まあ旧式化したものを新しいものに順次マイグレーションしていくっていう感じですね。で、エースにはエースにふさわしいね、モビルスーツを配備していきたいなとは思うんですが、まだ、まあ、大きくね、変わる場面ではないので、ここは一旦このまま、編成の見直しは補給した分だけ見直していきます。で、提案だよね。転属。クランプをもらおう。とにかく、ガルマから、引き抜いて引き抜く。ガルマからあとは、アコースとコズン、クランプ。このあたりまとめてほしいよね。まずはクランプからだ。で、その上で出撃して防衛戦をこなしちゃいます。はい、これで防衛戦完了になりました。次のターンあたりから多分攻勢に出れたような気がしますので、今回はね一旦じゃあここまでにさせていただきましょう。そうですね、ユーラシアの制圧完了してます。で、アフリカ、アメリカでも連邦軍の掃討が完了、攻勢が開始可能という話になっています。まあ、今回はねガルマの出してきた水中用ザクの量産化を押し切られてしまうという失態を演じましたからね。なんとかね、巻き返しを行っていくのと、量産化するモビルスーツをザク、水中用ザクから変更をね、していく必要もあるかなというふうには思っています。エキシリアからの通信。はい、ではね、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はこの続きからまたプレイをしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。